戸沢ささらは五穀豊穣のために行われており、他のささらとは異なる独特の舞が特徴です。その歴史は古く、南部雫石から高仙台を経て戸沢に伝えられ、関東系のものが影響して伝承されました。現在は若者たちの協力のもと、昔ながらの形を守り続けています。